通りで、やっぱ面白いね。サンツヤくん登場で、勝ったなって雰囲気からの、敵の増援パターン。タケミッチだけじゃ無理だろ。マイキーくん来てくれって感じです。とりあえず未来は変わりそうですが、ほんとどう決着つくのか、めちゃ楽しみです。以上、通り目のお話でした。